植毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。はいどうもこんにちは、ハゲリーマンチャンネルの YJ です。トルコで3280株植毛した林さんの経過の様子をお届けしようと思います。まず最初に林さんの植毛する前の頭の様子はこんな感じになってます。全体的に薄毛の面積が結構広くて、後頭部から取ってきた髪の毛を前頭部のところに厚く植毛をするっていう計画で植毛をしていきました。林さんの植毛をして10日後の様子を早速見ていこうと思います。はい、林さんの植毛10日後の写真になりますね。林さんの10日後の頭、10日後ぐらいを過ぎると綺麗にかさぶたが取れてくるような時期になってきます。10日後ぐらいで綺麗にかさぶたが取れてますね。10日後の植毛が終わって、続いて2週間後、14日後ぐらい経過したタイミングになります。10日後からそんなに大して変化はないんですね。この時期はかさぶたも取れて、植毛した髪の毛も頭に刺さってるような状況になってるので、まあ、そんなに変化はない時期が続くかなと思います。3週間後と4週間後もまあだいたい似たような形で続いていって、お次は植毛して1ヶ月後の様子になります。1ヶ月経過してくると、植毛した髪の毛がじわじわ抜けてきます。林さんの頭もちょっとずつ植毛した髪の毛が抜けてきたなーっていう感じですね。上とか横から見てもちょっとずつ抜けてきたなーっていう印象を覚えます。じゃあ続いて植毛して2ヶ月後の頭も見ていきましょう。植毛2ヶ月後の頭、2ヶ月後をピークに植毛した髪の毛は一旦全部抜けるっていう前提でいた方がいいので、2ヶ月ぐらい経過しますと植毛前の状態に戻る、植毛前の状態と似たような頭になるっていう形を思っていただければと思います。確認のために、植毛前と植毛して2ヶ月後の状態の写真を両方出してみましょう。こんな感じで植毛前とほぼ変わんないような状況に一旦戻ります。続いて植毛して3ヶ月後4ヶ月後の様子を見ていこうと思います。横とか上とかからも見ていきます。で、3ヶ月後と4ヶ月後を比べると、ちょっとよく見ないとわかんないかもしれないですけど、3ヶ月後の時よりも4ヶ月後の方が生え際ら辺がチクチクしてきたっていうか、ちょっとずつ生え始めてきたなーっていうのを感じますね。早い人だと植毛して4ヶ月後ぐらいから生え始めてきて、遅い人でも5ヶ月後ぐらいから生え際とか前頭部あたりから髪の毛が生えてくるかなと思いますね。じゃあ続いて植毛して5ヶ月後の様子も見ていきましょう。はい、5ヶ月後の頭は4ヶ月後の時よりも髪の毛がちょっとずつ生えてきているなっていう感じがよくわかります。特に横から見た時に、あ、やっぱりちょっとずつ生えてるなっていうのを感じますね。じゃあ続いて植毛して半年ですね、6ヶ月経過した時の頭も見ていきましょう。6ヶ月も経過すると、植毛前と比べると一目瞭然というか、しっかり生えてきてるなっていうのがわかるかなと思います。6ヶ月後のものと植毛前の様子を両方見比べてみると、よく差分がわかるかなと思いますね。正面とか横頭頂部とか見ていっても、確実に植毛したところが生え始めてきてる、着実に生えているなっていうのを感じます。まあ植毛して6ヶ月後ぐらいだと、皮膚の下の方に眠ってる毛根もあります。全部が生えてきてるわけじゃなくて、 50% とか 40% ぐらいの毛根はまだ下に眠ってるのかなと思いますね。で、こっから7ヶ月後、8ヶ月後、10ヶ月後、12ヶ月後みたいな形で、皮膚の中に埋まってた髪の毛がゆっくり生えてくるかなと思いますね。はい、じゃあこんな感じで林さんの植毛後の様子を振り返ってきました。で、林さんの今後の7ヶ月後、9ヶ月後、12ヶ月後みたいな経過の様子もまた経過観察していけたらなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。薄毛は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします。LINE は概要欄に載ってます。こちらでーす。